りました。これは当時僕が小学校3年生だった頃の写真ではもちろんないんですけれども、今日お話しさせていただくコミュニティエデュケーションというコンセプトに関しては、まさに僕がこうやって、頭を抱えて悩んだ高校1年生の体験が元になっています。それからずっと考えてきたことです。高校1年生の時に何があったかというと、簡単に言うと部活を辞めたことも多かったんですが、それまで中学3年間、運動部に所属していて、日中は、授業を受けて放課後に部活をするという生活をずっとしてました。で、毎日が飛ぶようについてっていう形で高校になって、高校でもずっとそういう生活が続くんだろうなと思ってたんですけど、いろいろあって高校1年生の秋頃に部活を辞めることになりました。で、何が大きかったかというと、その後ものすごく暇になったんですね。やることがなくなったんです。で、当時僕は勉強に全然モチベーションがなかったんで、もちろん勉強全くせず、きれいに右肩下がりに成績が下がっていって、部活をやめてもこう食べる量が変わらないんで、きれいに右肩上がり体重を伸びているみたいな状況で、時間ばかり過ぎていって、でどうしようどうしようと、で、本を読んでみたりとか、映画を見てみたりとかいろいろするんですけど、やっぱり面白くないと。で、同じような帰宅部の人たちと遊んでみたりもするんだけれども、それも面白くない、どうすればいいんだろうということで、本当に悩んだわけですよね。で、その時に思ったわけですけど、日本の教育って、子どもたちにとって家庭、学校、この2つの世界が、ドミナントというか、ほとんどの占めてると思うんですね。で、子どもたちはその家庭と学校を行き来しながら、生活してると思うんですけど、当時の僕のその葛藤だったり、目標を失って、どうすればいいんだろうという時に、この家庭と学校というこの2つの世界から答えを得られなかった、答えじゃなくてもそのアイデアだったりヒントだったりインプットが得られなかったということが大きかったなというのは、もちろん分かるんですけれども、ということはありました。で、それをどうにかしたいなという思いがあったんですね。で、学校は、いろんなもちろん先生いるんですけど、基本的にはその先生方は大学を卒業して先生になって、そのままずっと先生をやってらっしゃるので、学校教育現場の外のことっていうのはやはりどういう方が多かったりとか、してなかなかその特に今ビジネスの世界で今世の中でどんなことが起こっているかっていうことに関してやっぱりあまり経験がなかったり、で、かたや家庭に行くと、主に両親ですけれども、両親もその彼らがやってきた仕事だったり業界分野だったり、また彼らが生きてきた時代っていうことに関しては、もちろん知見がありますけど、その枠の外に関してはなかなか答えられなかったり、そのというのはやっぱり自分の子供たち、親なので、そのやっぱりいろんな期待とかこうなってほしいという像があったりとかするので、どうしてもなかなか第三者的な立場から、話し合っていなかったり、で、子供たちは子供たちで思春期だったりするとなかなかこう素直に彼に意見を聞けなかったりとかして、なかなかやっぱり、子供にとってはこの2つの世界から必要なインプットを得るのっていうのは難しいんじゃないかなというふうに思っています。で、じゃあ何が必要だったんだろうっていうのをずっと考えてきたんですけど、やっぱり当時の僕を振り返っても思うのは、そのできればもうその当時に今世の中でどんなことが起こっていて、大人たちがどんな仕事だったりどんなことに行きたいとして、世の中でどんなテクノロジーホップでどんなことが起こっているんだっていうことをどんどんインプットして、で、それで自分の知的好奇心をこうなんか火をつけて反撃させて、いろんなことを考えたかったんですね。で、具体的にやっぱり将来のことを考えて、本当は自分はその人生でどんなことをしていきたいのかということを、高校生であれ、中学生であれ、そういう早い段階から考えていきたいと思ってたんです。で、その時に、その大人たち、要するに家庭、学校、この2つの世界の外の大人たちから、どうにかしてインプットを受けれれば、それって全然違うところになるんじゃないかなって思うんですね。で、ただ、今現状、こうやって断絶があって、基本的に、皆さんもそうだと思うんですけど、子供たちの時、子供の時にその家族でもない親戚でもない全然知らないランダムな大人たちと知り合う機会とかコミュニケーションを取る機会っていうのはないと思うんですね。ただこれすごいもったいないことかなと僕は思ってます。で、今までのその家庭学校っていう2つの世界がほとんど占めてる世界に、第三のコンポーネントとしてこの一般の大人たちっていう人たちを入れたらどうかだろうかと僕は思っていて、この人たちというのはその厳選されたそのキレッキレのプロフェッショナルでもすごい人たちとかではなくて、もう幅広い、本当に触れ幅の広いいろんな人たちがいいと思うんですね。いろんな仕事をしていて、いろんな価値観を持っていて、で、彼らが
このコミュニティの、子どもたちの育成に関わってくる。で、子どもたちはいろんな人たちの生き方、価値観、どんなことに先ほど言ったようにそのワクワクしているのか、どんなテクノロジーが今ついのかということを彼らが聞いて、そのインプットによって、じゃあ自分はこの後将来どんなことをしていきたいのか、何が上がっていきたいのかということを、できるだけ、早い段階から、もう中学生、高校生になる段階から、どん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 インプットして出ていくことによって、もう全然その将来っていうことをもっと前倒しにして考えていくことによって、全然彼らの、育つ環境と違ってくるんじゃないかなと思っています。で、ここですごい重要なのは、その例えば都内のどこかにいる人しか受けられないサービスとかではなくて、もう日本全国、もう極端な話、各地方自治体にこういう仕組みがあって、それがウェブ上と、リアルであって、そこに子どもたちがいつでもアクセスできるということが、実際に起こったとすると、もうすごいことだと思うんですね。で、インターネットとテクノロジーの発達によって、最近は本当に、本当に質の高い、コンテンツが、教育のコンテンツがあるわけです。でもうインターネットさえあれば、世界どこにいても、まあ、ここでちょっとあの有名どころを挙げさせていただきましたけれども、まあ、コーセルだったりエレックスだったりユーダシティとかありますけど、こういったコンテンツにアクセスできる、それ自体は素晴らしいことなんですけど、ただ素晴らしいコンテンツがじゃああればそれで子どもたちが使うかっていうと、やっぱりそんなことはなくて、急に子どもが朝起きて、今日俺ちょっとエレックスで人工知能の講義取ってみようかなとか言わないんですよね。でそんなことがなかなかいないと。でそれは結局その彼らが身近に接しているもの、使っているものとかで人工知能がどういうふうに使われていて、なぜそれが面白いのか、でそれが発達したらもっとどんな面白いことが起きるのかということを、例えば大人たちとコミュニケーションを通してだったり、いろんなその実際に使ってみるとかっていう経験を通して知ることによって、彼らの知的好奇心が喚起されて、それでじゃあ自分ではもっと勉強してみたいと思った時に、こういう素晴らしいコンテンツがあることに本当に意味が出てくると思うんです。なので実はそのコンテンツがあるだけではダメで、そのコンテンツに彼らを向かわせるコンテクストが必要なんですよね。でそのコンテクストを作るのがこの大人たちの役割じゃないかと僕は思っています。なので、このコミュニティエデュケーションというアイデアは、まだコンセプト段階ですけれども、これを運用するにあたって、もちろんそのじゃあビジネスモデルどうするのかとか、持っているなんだろう、出会い系的な形に使われないのかとか、いろんなもちろん運用上の課題というのが出てくるわけですけれども、ただこれをあのスケールさせる形で作って、で本当にこう大人たちって本当にまだもったいないと思うんですよ。使われてない、すごいもったいないリソースだと思うんで、この社会のリソースをうまく使って子どもたちの、教育に手こ入れする。で子どもたちはやっぱり素晴らしい家庭環境に生まれてくる子たちもいれば、やっぱりそうでない残念な、かわいそうな環境に生まれてくる子どもたちもいて、それはしょうがないんですけれども、ただどんな環境に生まれたとしても、彼らが将来の希望を持って、未来の希望を持って、人生を生きていけるような、彼らにそこからリカバーできるような仕組みだったりサポートっていうのは社会で、日本の社会として提供するべきだと、僕は思っています。だから、このコミュニティエデュケーションの仕組みを通して、彼らの教育を変えることによって、日本の未来は絶対大きく変わるはずですし、そうなると本当にエキサイティングな日本の将来が待っているんじゃないかなと思います。ご清聴ありがとうございました。